中内小学校6年生では2クラスで学年サッカー大会を行うことになりました。先生が言います。来月6年生2クラスで学年サッカー大会を行います。そこで今日の6年1組の体育ではクラスを赤、青、黄色、白、まあ、丸でもつけておきますかね、4チームに分けてサッカーしますよ。どのように対戦するんですか、みどりさんが聞きます。先生、はい、1チーム8名、すべてのチームが他のチームと1回ずつ対戦する、ね、弥生さんが言います。試合のルールはありますか。先生が言います。1試合6分、得点が多い方のチームが勝ち、同じ場合には得点が同じ場合には引き分け、試合結果は表にまとめておいてくださいねって言いますね。どのように表にまとめるんですか。先生がまたルールを言ってくれますね。勝ったチームには丸、負けたチームには×、引き分けの場合には三角。例えば赤チームと、ね、この例え、先生が言ってくれる例えは解くために必要なヒントであったり条件だったりすることが多いです。注目してください。いいですね。赤チームと青チームが対戦して赤チームが勝った場合には表1のようになるよと。これで書き方のルールはバッチリですね。先生がまた続けて言ってきますね。次に黄色のチームと白チームが対戦して引き分けの場合には表の2のようになりますよ。 OK ですよね。では問題1。今日6年1組の体育でサッカーを行いました。赤チーム、青チームの2チームが1勝1敗1分けの時、黄色チームと白チームの勝敗はどのようになる可能性がありますか。ですね。赤チーム、青チームの2チームが1勝1敗1分けの時、黄色チームと白チームの勝敗、回答用紙に丸×三角を書き入れましょうというもの。問題にも見ておきましょう。別の日に6年2組の体育でサッカーを行いました。赤チームが青チームに勝った。赤チームが青チームに勝った。白チームが2勝1敗。4チームの勝ちの数が違う。青チームの勝敗の結果をそれぞれのチームとの対戦を踏まえて文章で説明しなさいというもの。いいですね。ではまず問題1からやっていきましょう。赤と青が1勝1敗1分けですから、1勝1敗1分け、まあ何でもいいですよね。決めちゃえばいいですよ。1勝1敗1分けね、こうやって決めちゃう。そうすると青は赤に負けてますからここ×ですね。黄色は赤に勝ってますから丸で三角って決まりますね。はい。1勝1敗1分けですから、1勝1敗1分けと決めちゃいましょう。そうすると、青は黄色に勝ってるってことは負けてる。ここは引き分けですね。で、黄色と白、どっちでもいいですね。黄色と白、どっちでもいいですね。どっちにしようかな。じゃあ、黄色が勝ったことにしますか。じゃあ白は負けたことになりますね。はい、これで完成。秒殺です。